エコーはがきとは、日本郵便株式会社が発行する、はがきの一種である。エコーはがきは、通常はがきの株スペースの一部を、スポンサーの提供する広告にあて、通常はがきの売価が1枚63円のところを、広告を掲載することで5円分を差し引いた1枚58円で、販売される。また、エコーはがきに、地球環境保全のための寄付金が付加される、 グリーンエコーハガキも発売されることがある。名称には、広告の内容が、山彦のように利用者双方に伝わるという意味合いや、売価が声に安いことから、エコノミーという意味合いも込められている。実際のエコーハガキの発行はスポンサーが決まってからとなり、また地域や数量が限定されることや、売価が声に安いことから一部に大量購入する。 ヘビーユーザーを占めた、さらに収集家も存在することなどから、発売日当日に品切れになることが多く、通常の普通はがきのように、郵便局でいつでも購入できるとは限らない欠点もある。発売情報については、郵便局や日本郵便のニュースリリースページの下部に、ある各支社のプレスリリースを当たる必要がある。初期には、 東京証券取引所一部上場クラスの大手有名企業による全国版も多かったが、1990年代以後のいわゆるバブル崩壊後は、ほとんどが広告主の所在する周辺地域で発売される最小ロット5万枚の地方版であり、入手難に拍車をかけている。スポンサーは主に地方自治体関係が多く、国営時代には、 郵便貯金や簡易保険といった身内の広告で発売したこともあった。その他では、私立大学、公益法人、地域の中小企業など。大手企業では2005年度の実績では、東京ディズニーランドなどを経営するオリエンタルランドもあるが、施設周辺の浦安市、船橋市、市川市で最小の5万枚の発行に止まる。ありがとうございます。